数々のグルメを生み出してきた韓国屋台。今日ご紹介する屋台はこちら。週末には長蛇の列、爆発的大ヒットのホットクマニア。これただのホットクではありませんよ。まずは材料から見ていきましょう。材料は至ってシンプル。中に入れる蜜、この粉が溶けて蜜になります。そしてその蜜を包む生地、見てください、プルンプルンですよ。すごい弾力、波打ってますね。どうもこの生地に秘密がありそうですね。そうそう、油も忘れてはいけませんね。毎日新鮮な油を使います。皆さん見ていて何か気づきませんか？今までたくさんのお店を取材してきましたが、どこよりも清潔感がピカイチ。服は真っ白、鉄板やトング、容器などもピッカピカ。さあ、ホットク作り。おお、プルンプルンの生地を手で一つかみ、形を整えて、蜜を山盛り一さじ、そして包む。この単純作業の繰り返しです。作ってるそばからお客さんが次々と訪れています。さて、社長さんからいろいろとエピソードをお伺いしました。今まで本当にご苦労されたそうで、大人気のホットク屋さんにたどり着くまでに何十年もかかったとのことです。この場所では37年間屋台を続けてこられました。最初の25年間は豚足、タッカンジョンなどなどいろいろやりましたが、どれもこれも生活を楽にしてくれるようなヒットはありませんでした。ところで韓国は日本に比べて屋台の数が多いと思いませんか？屋台に限らず韓国は自営業者がものすごく多いです。全就業者数のうちおよそ 20%、 なんと5人に1人が自営業者という統計があります。それでも60年前は約4割の人が自営業者でした。ちょうど社長さんはそんな激動の時代を生き抜いてこられたのでしょう。さあ、一通り包み終わりました。低温の油で優しく火を通していきます。くるっとひっくり返して押しながら生地の厚さを整えていきます。一つ一つ丁寧にひっくり返しては平らに伸ばして、生地を最高の状態に持っていきます。状態を見ながらくるっとひっくり返して生地を整える。ただのほっとくと侮るなかれ。他にはないふっくらもちもち。この食感の秘密はこうした丁寧な仕事があってこそのものです。日本最大級のコリアンタウン新大久保にもほっとく屋さんはありますが、ここのは全くの別物。いい色に焼き上がってきました。これぞ元祖ホットク。では元祖ではないホットクとはどんなものがあるでしょう。こちらは南大門市場の大人気店、野菜ホットク。焼くというより揚げてますよね。言うなればこれはチャプチェ揚げパンでしょうかね。ではもう一軒ご紹介しましょう。こちらは万音市場の行列店、ふんふんホットク。浮くほどの油の量でわかるように、これは完全に揚げパン、いや揚げホットクという新たな B 級グルメと言っても差し支えないでしょう。でも揚げ物って美味しいですよね。ここのは衣にいろんな味の粉をまとわせるのが特徴。正統派ホットクに戻りましょう。ほーら、揚げた感がないですよね。
そうそう、社長さんのエピソードにはまだ続きがあります。屋台が軌道に乗るまではお金に余裕はなく、子供たちは教会からの施しで食事を食べさせてもらっていたそうです。なかなかヒット商品に恵まれず、あれやこれやとアイテムを変え、紆余曲折を経てようやくたどり着いたのがこのホットクでした。そしてこれが大ヒットします。今の独自のホットクを作るために1000回ほども試行錯誤を繰り返したとおっしゃってました。美味しいものができてもわざと何度もいたずらっ子のようにいろんなことを試してみたそうです。そして今のホットク黄金レシピを探し当てた。今まで最も多く売れたのはなんと1日に1700枚。平日の開店直後の暇な時間帯でもひっきりなしにこうして常連客が訪れてました。さあついに社長さんの出番。ポンと取って蜜を包んで、おお、やっぱりさすが手際がいいですね。見ているとこう生地を多めに取って包んだ後に大きさを調整しているようです。ちぎってポン、これが社長さんのテンポなのでしょうね。ちぎってポンと、おっおっ、今の効果音じゃありませんよ。いい音鳴りましたね。営業時間は11時半から夜9時まで。行列が長すぎてイライラするお客さんもいたりするそうで、それでこれだけテンポよく包めるようになったのかもしれません。それにしても本当に生地がプルンプルン。さすが黄金レシピ。ものすごく忙しい日には昼食が夜7時になっちゃうんだよとおっしゃってましたけど、つまり昼飯抜きで作り続けるっていうことですよね。いやー大変だ。胸には1000ウォンのバッチですが、撮影の後ちょうど物価高騰が始まります。小麦粉の価格も上昇、今では1つ1500ウォンになっています。一度スローで見てみましょうか。これ何度も見てしまうんですよね。ついについに黄金レシピの焼きたてホットクをいただきます。さあ母さん実食。うわあ、熱々。ここで見るべきは母さんじゃなくて社長さんの方。もう一度見てみましょうか。社長さんですよ。うん、おいしい。食べた瞬間の母さんを見てうんうんとうなずきました。これがすべてですので説明は省きます。おいしいですかと尋ねる奥さんに野暮なこと聞くなよという社長さん。おいしい。私がこの動画で一番伝えたいのはここ。作る側と食べる側のコミュニケーション、それが成立してるんです。そりゃお金儲けは大事でしょう。でもそれは結果論でしかありません。お客様への信頼を得るために清潔にするところからスタートし、一連の手続きを怠ることなくやった結果、大人気のホットクが完成しました。今ではこの町の露天商工会の会長さん。よっ会長。ポチッポチッティーン。シュ、今はリニューアルして店構えはこんな感じに。そして場所はこちら。この動画見てきたよって伝えてくださいね。